インフィアーフェイスは2006年に結成されたアメリカのカリフォルニア州出身のポストハードコアメタルコアバンドである。ハイトーンボイスと強烈なスクリームを使い重量感のあるギターサウンドを前面に出しながらもキーボードを多用しシンフォニックな空気を出すことでドラマティックなポストハードコアメタルコアサウンドになっている。ボーカルを2人起用し一方をスクリーム専用 もう一方、メロディーラインのある、いわゆるクリーンボーカルとして、バンドが成り立っていたが、2010年にスクリームを担当していたコーリーが脱退。現在のリードボーカルであるスコットが両方を担当することになった。2007年、自主制作で出した EP、ボエッジが、本国アメリカでの iTunes で3万曲以上のセールスを記録。リリース後には、エマロザ、 アタックアタック、ザ、ヒューマン・アブストラクト、アイズ、セットツー・キルラとツアーを行い、徐々に人気を高めていく。2008年、アメリカのポーストハードコアレーベルとして名高いライズ、レコーズと契約し、同レーベルから、デビューアルバムとなる、You Are World on Fire をリリースする。また本作には、ゲストボーカルとして、チーオドウスのクレーグ・オーウェンズ、 A.D.2 リメンバーのロン・ジェラムが参加している。2010年、セカンドアルバムとなる、インペリアルをリリース。2012年、サードアルバム、インフェアーフェイスをリリース。2013年、解散を発表。ありがとうございます。